今回はワイルドリフトのオーンを使った、本来はサポだったんですが、ちょっと背中が出てきしまったので、これ私サポじゃなくて、サポアイテムは背中側が持ってますね。ただ本来はサポロールでやるつもりだった手前こんなことになってますが、サポオン全然問題はなく使うことができる、かなりイケてるキャラクターになりますので、まあ、もしタンクサポどれがいいかなって考えたことなかった方がいるんであれば、一度選択肢の一つに挙げてもいいレベルで強いのかなと思いますね。まあ、何がいいってやっぱり買い物券を味方に付与できる、これめちゃくちゃでかいですね。でそうすると、まあ、本来であれば例えばドレイクのタイミングリコールいらないんで、敵にリコールさせてこっちはそのまま人数差つけてオブジェクトにタッチすることができる。これはまあエルダーバロンとかどのタイミングでも同じようなことが言えますので、この買い物券すごいですね。レベルが7、10、13かなのタイミングで味方に付与できて、この買い物券が5回、ちょっとごめんなさい、明確な数字を覚えてないですが、を即座に買い物することができる券ですね。これめちゃくちゃいいですね、本当に。もうこれのためだけに使っサポオンありなんじゃねえかっていうぐらいいけてますね。合わせて、多分オンの動画上げたことなかったので、まあ、スキル解説を簡単にしておくと、1スキがまあ指定方向にビューンって、なんて言うんでしょう、溶岩みたいな、あとボーンって出して、これですね。で、当たった対象の裏側ですね、チャンピオンに当たればそのチャンピオンの裏側にニョキッとこれが出ます。これ地味に分かりづらいんですが、これ移動不可なオブジェクトなんですよね。なんであいつを通り抜けることができないので、細い道とかにあれを置くと敵ぶっ壊れた挙動になりますね。であとはスローというのが1ですね。であれ障害物判定なので、オーンがあれに3スキ突っ込むと打ち上げが発生しますね。3スキが、指定方向にブリンクしてチャンピオンには当たらないですね。壁オブジェクトに当たったらそこに対して打ち上げの判定を発生させると、円形ですかね。でパッシブはオン自体が非戦闘状態であればどこでもアイテムを買うことができると、これもまた素晴らしいですね。なんで例えば HP のアイテムを買えば実際回復、その分 HP が増えますので回復みたいな扱いになりますね。で2スキが、指定方向にブワーって火を吐いて、最後の火に触れると敵が脆弱状態になって、まあ、CC の時間が延びたりとか、まあ、追加ダメージですね、最大 HP の追加ダメージを与えるようになるというのが2スキですね。なんで、まあ、2スキかなりアンストッパーついてるので使い勝手がいいと思います。なんで、まあ、本来のコンボというのであれば、まあ、1してすぐに2吐くで、その後スローが入ってるので裏側に出た突起物に3で打ち上げが基本的な、まあ、トレードの仕方ですね。で、まあ、ウルトを絡めるコンボだともう結構しんどいんですけど、ウルトは1即ウルト2突っ込むか、まあ、ウルトで跳ね返すで3で突っ込むのあたりですね、コンボの仕方。まあこれ難しいですね。まあ、ウルトも、まずウルトキャストすると、まあ、指定した方向から、なんて言うんでしょう、このオーンのでっかいオーンが降ってきて、でそのオーンに触れるとまた脆弱で、さらにもう一回返すやつでも脆弱かつノックアップですね。めちゃくちゃこれが、まあ、やっぱ脆弱状態がすごい強いので、ちゃんとこの脆弱効果を付与しながら CC 入れつつダメ与えていくと、とんでもないタンクビルドでもいいダメージが割合で出ますので、かなりいいチャンプですね。で仮定死、多分大会かどっかでオーンサポが出たから、一時期どっかちょっと前ですかね、最近はあんまりオーン、中間のサポの勝率で高く、まあ低くはないけども、上の方でも使われないがちですが、ワンチャン今でもいいのかな、ちょ最近あんまり見てないですが、オーンのサポート、あごめんなさい、チャレ隊で2番目の勝率ですね。ピック率もまあ高くはないけど低くもないぐらいですか。チャレが2位で、そうですね、チャレ台だとやっぱ対応されてるような感じで、それ以下のレートだとあんまりピックがされないと。やっぱ上のレートだと強いと思うんですよね、これ普通に。まあ、タンクでやってもいいし、まあ、今回セナ、要するにサステインがあるキャラクターと、まあ、レーン維持能力高くてリコールいらずと、まあ、ちょっとあまりにもブランドのダメージ食らいすぎるとしんどいですが、かなりいいものがあるキャラですね。やっぱこの3スキが敵の、チャンピオンとかミニオンと、貫通できるっていうのもまたいい点の一つですね。ビルドはどうですかね、まあ、お好みやりきれいです。まあ、ワーモーが積んどいてもいいかもしれないですね。やっぱサステインあるんで、で、マナがそこまできついわけじゃないので、結局 HP さえカバーできれば、それでずっとレーンに居座ることができるっていうのもまたいい点ですね。やっぱ基本的には1を敵に分当てて、で、裏に生えたそれに対して3する。ただ、注意心とかのが結構やっぱ慣れてないうちやりがちですが、この、自分で生やした1にウルトキャスするときにもう忘れてて、3で壁にしようと思ったら目の前に生えてた1に突進するみたいなことが結構ありますので、
ちょっと最初の方は1どこに売ったか結構こまめに、あ、ここ置いたなって覚えた上で売るとキャスしないとダメですね。まあそんなもんぐらいちゃいます。スキルの上げ方はまあ2か3か、これ人によりけりだと思うんですよね。まあ一応タンクサポというか、まあその補助的な兼ね合いで上げるんであればやっぱり3か2だと思うんですよね。まあトップレーンで使ったり普通にレーナーとやるんであれば1かなと。今回ちなみにこれはフルパなので、私タンクする気満々と CC 要員ですから3で上げてますね。321312、まあ、この辺お好みかなと思いますね。でも1のスローも結構重たいものがあるので、まあ、こういう丸ブッシュ付近に入るところとかにこの1が入ると敵オートランしてるとマジ突っかかって動かんくなりますので、かなりいいですね。で1も生やすことなら基本的にはこういうリバーの真ん中、どの道リバーの左右の壁にはぶつかって3スキでどっこいしょの判定がありますので、であれば真ん中に置いててもほぼ網羅できるみたいな、真ん中突っ込んでもいいし上側突っ込んでもいいし下側突っ込んでもいいみたいな状況にできますよね。あとはやっぱウルト、その1-3コンボ、要するに壁にぶつけようと思うとウルトのコンボがウルト跳ね返すことができなくなっちゃうというか、まあ、忘れてしまうこと結構ありますので、まあ、最初のうちはなんかそのこまめなコンボしようと思わずに普通にもう壁に対して3当てて1裏側に置いてウルトするか、まあ、ウルトから入って打ち上げるところに対して1を置いてあげてもう1回3で打ち上げてあげるとかっていうような形でいいと思いますね。ただ慣れてこればやっぱり脆弱の効果を最大限発揮できるようにしておくとめちゃくちゃやっぱり強いと思いますね。でウルトは一応ポン押しですね。再使用の時ポンでも、結構近場の敵に対して飛んでってくれること多々ありますし、ウルトのその横幅のヒットボックスもかなり広く設定されているので、これ当たらんくねえかみたいなやつでも意外と当たってくれる。これはもう敵が使おうが、まあ、敵使ったら避けづらいし、味方で自分で使っても結構あのこれ当たるんだみたいなことが多いので、あんまりなんかスキルとしてオーンのスキルどれ取っても外すことはほぼないかなって。唯一マジで気をつけないといけないのが自分で生やした1に3で突っ込むこと、これがよくあるのでこれだけはマジで気をつけてください。あとはまあ3スキミニオンとか敵に当たらないので逃げるときもまあ敵関係なしにくぐって3スキで逃げてあげるっていうのはまたいいですね。見て分かる通り HP 系のアイテムを作るとまあその分回復と同じような効果になりますので、まあ、その辺もいいかなと。リコールいらずがいいですね。であとはやっぱりハンマーついてるときはそのパッシブですね。7、10、13、味方のまあ今回であればカサティンとか、まあ、要するにキャリーですねに対して買い物券付与してあげればオブジェクトのタイミングリコールせなくていいのでだいぶありがたいですね。あとはまあどうですかね、まあ、とにもかくにも硬いキャラクターですので鋼作ってもいいんですが、まあ、やっぱりフルパの時の鋼のたまらさは異常ですので私はあんまりフルパで鋼は作りたくないですね。あとは3スキはできる限りあの障害物に打ち込んで打つのがやっぱりノックアップかなりでかいですので、そこはポン押ししずちゃんと敵に対して、まあ、こういう風ですね打ち上げながらやってあげるといいですね。またできることなら2スキで脆弱入れた後に3やれば、まあ、CC とか割合ダメージも増えますので、まあ、その辺気にしてあげればいいですが、2が異形と攻めえのでかなり接敵してないと2スキのその脆弱のところの最後の部分当てないといけないですから最初はいらないですけど、まあ、でもそう思うとなかなかやっぱり接敵具合がかなり近づかんといかんもんですから、まあ、そう思うとやっぱり 1-3 した後のコンボの打ち上げに対して脆弱が当てやすいんじゃないかなと思っちゃいますね。まあ、やることは本当に分かんなければ集団戦始まった瞬間にグルとキャスして、まあ、とりあえず打ち上げて打ち上がった敵に対して1スキのスローからの3でどっこいしょで2でグワーですね。これ終わり、これ一連のコンボス。ただ注意、まあ、当たり前ですけどこの今のウルトの2回目の使用の時に CC もらうと当たり前ですけど打ち返すことができなくなっちゃうので、例えば敵のソラカだったりとか、まあ、何かしらのその状態異常ですね、よくサポートが持ってるようなのに食らうとダメですから、そこはちょっとマジでよく気をつけた方がいいですね。まあ、でもこういう集団戦のリバーのところはかなり戦いやすい部分がありますので、まあ、私は結構あの大事にスキルをキャスするようにしてますね。1スキもあの置いておくとマジで忘れてドーンって自分の1に3で突っ込みます。これもう本当にやります。慣れててもやる、だから使わん方がいいです。もうあのセットで使うぐらいな感じでやった方がいいですね。カサリンが裏から回って寝暮らしまくってますね。まあそういうアサシンのキャラなので、まあ、アサシンが立ち回れるように前でタンクしながらカサリン頑張ってくれよと思いつつ戦ってあげるぐらいがちょうどいいと思いますね。
でもやっぱり今シーズンもなかなか修羅のゲームですね。まあ、フルパ以外もゲームになんて言ったらあれですけど、かなりしんどいですね。まあ、今日も朝方バイリフしてましたけど、タロンで14キル0ですぐらいなスコアでも余裕で負けましたね。まあ、ワンチャンスクショがあれば、まあ、貼っときますが、まあ、こんなような試合が続きましたね今日の朝も。まあ、ということでオンサポート、まあ、今回サポートをアイテム持ってないですけど、まあ、サポート枠のつもりでやってますのでいいと思いますね。硬いし、まあ、ただまあ、やりやすさで言えば多分レオナとかの方が使い勝手はいいんじゃないですかね。まあ、ただ買い物権があるので、隣のマークスマンが身内、まあ、要するにキャリー側が身内であればオンサポ、野良でソロ級だったらレオナぐらいの使い分けですかね。ということで以上サポオンでした。